にゃんにゃんチャンネル。童話付き戸籍日本。生年月日、1998年8月11日生まれの22歳。出身地埼玉県埼玉市緑区、身長183センチ体重78キロで17番。そっか、長谷部の番号ね。偉大な番背番号ですよ。サイドサッカー少年団、レッツジュニアユース、レッツユースで、ここの高校は大宮南に通ってたそうです。でその後流通経済大で現在浦和レッツに所属しているということで、でまずね、浦和レッズユースの時、同期のユース小学は多分なかったと思います。あの橋岡の上だよね。あ、そうか、橋岡の1個上で、これね、使えるか全くわからないけどね、大宮南は矢島と山田直樹も通ってたそうで、県立なのにさ、そんな偶然ってあんのと思ってサッカーもまあまあ強いね。大宮南ってどこにあるんだろうな。確かに南ってぐらいだ、近いのかも、ね、練習場からも。大宮南って偏差値どれくらい？54。へえ、まあまあまあ。浦和北よりちょっと下。あれも育ちも浦和。うん。次のレッツサポ。まあ、レッツサポの皆さんは多分ご存知なのかと思いますけど、子供の頃から身近に浦和レッツがあって、まあ我々と同じですね。で、浦和レッツに戻るっていう強い意志がやっぱあったようです。うん、あ、ユースで大学出た後ってことね。で大学時代の話に触れると、大学経由の出戻りは、浦和レッズでいうと宇賀神と坂野の2人、宇賀神以来11年ぶりで開幕スタメンを飾る宇賀ルートをなぞっているっていうのが今の状況ですね。あ、でも宇賀神も大学から帰ってきた時にそんなすぐ出てたか。出てた出てた出たけど、なんか宇賀神のマインドはちょっと違っただよね。なんか大宮に入ってやろうとか、なんかそういう状況覚えてる覚えてる思い描いた道を今彼は歩んでるのかなっていうところです。宇賀神とは違うと、そのユースから上がれなかったわけなんだけど、うん、その大学留学時はやっぱり自分個人っていうか自己分析で、まあ、守備に課題があることっていうのを自認してて、うん、でユースはトップ下とかボランチが主戦場だったけども、大学サイドバック、センターバックっていったところを経験して、しっかりと、まあ、その課題であった守備面っていうのは成長した。まあ、じゃあ、もともとは結構前目の攻撃的な選手って言っていいのか分かんないけど、まあ、前目、まあまあ、中央に出や前ってところかな、まあ、その大学としても彼の守備力を伸ばせばメリットがあって、チームとして強くなるっていう意思なのか、あの選手個人の成長を考えての、あの守備起用だったのかっていうのは分からないけど、いや、なんかさ、そうセンターバックやってたって聞いてたから、最近のプレーでさ、だからアンカーポジションとかなのっていうのでだとか、あるいはさ、もうセンターバックいないじゃん今うち ね、牧野と岩波しかいなかったタイミングとかあるから、センターバックできないのかなって思ってたんだけど、元々はやっぱりその中央より前目ってところを得意にしてるから、センターバックとしてはね、あの大学4年の時やってたっていうぐらいで、うん、あ、まあ、3年なのかな、だから経験値としてはそれ多くないし、やっぱセンターバックってさ、結構経験値ってかなり重要じゃん、まあね、うん、だから、まあ、そこで伸ばすというよりは、やっぱ個人のスキルとしてそのセンターバックを経験させた方がいいっていう判断だったのかもしれない、ね、4年間というよりはその先を見据えた感じだったのかなとか思ったり、まあ、単純に守備の枚数が足りなかったのかもしれないしね、サイドバックやってたのはそういった理由らしいから。でもじゃあ今のその柴戸と併用して 2枚並べたりとかする時のプレーっていうのは、どちらかというと浦和レッズユース時代のプレーに若干近いのかな。そうかもね、そこは。でちょっと大学がねすごく濃いからね、もう少し話そうと思うんだけど、うん、2年次が28番でもうレギュラーになってます、背番号28ね。で3年次13で、4年次なんとセンターバックなのに背番号10です。背番号10のセンターバックってなんかすなんかっけえよな、なんかよくわかんないけど11番だっけ、プロでも2000日韓ワールドカップの時のセンターバック11番だったかな。まあ、よっぽどいないよね、弱小校とかにいる、たまにいるけど、権力持ってんだろうなっていうやつがセンターバック10番とかたまにいるけどね、流経大とかでセンターバック10番ってすげえな。で、まあ、2019年3年の時にまあ2部に合格してしまうんですけど、ああ今はまあ戻ってるのかな。で2年の時かな、
アンダー19の大学選抜で2020年に大学選抜へで、まあ、大学の中でも選ばれる存在というか、うん、なんというか、うん、すごい順調な、ね、経歴に見えるね。だけどね、そう、それがね、ところがどっこいなんですね。ところがどっこい。さらに遡っていくと、ジュニアユース、ユース時代っていうのはそれほどうまくいってなかったみたいで、でジュニアユースの時は、本当にそれほど出場機会がなかったらしい。でも、ユースに引き上げたのは大月さん。なんだろうな、ユースの時は1年の時から出場してたらしいんだけど、どんどん出場機会減ってって、まあ、結局3年になってくるとやっぱ進路があるじゃない、うん、で昇格できなかったから、からというか、まあ、本人もそれほど手応えはなかったみたいで大学進学を考えてたらしいんだけど、うん、法政大学のセレクションは落ちる。ここがね、彼のなんて言ったらな、俺もう本当尊敬してる、正直調べてて、うん、あのね、まあ、ちゃんと自己分析もできるし、うん、とはいえやっぱ目的意識持って自分をこう何て言ったら高められるっていうことを、うん、やっぱすごくて、うん、高いレベルに見えないということで法政大学落ちたのにって言い方悪いけど、うん、流通経済大学を希望すると。でそれに応える形でここでもまた大月さんが登場して、うん、大月さんと、まあ、流通経済大のコーチにコネクションがあったらしく、うん、それでセレクションを受けて入学します。彼のジュニアユースユースっていうのはやっぱ大月さんが、まあ、重要で、まあ、なんかインタビュー記事にも恩師って言ってるから、うん、ちょっと正直ね、全然もう個人的な話だけど、うん、なんか恩師っていう呼べる存在がいて羨ましいなって思った。伊藤敦が今あるのは大月監督のおかげで、やっぱねこれね大事にしたいコネクションだなって思ったもん。大月さんいないけど適材適所っていうかさ、大月さん監督やってさ、まあ、それなんて言うんですか、それほど降格もしなかったし悪い成績じゃないけど、まあ、よくはないじゃん、うん、正直。まあちょっとね、内容がね、なんか解任ってなった時もほとんどのファンサポーターは納得っていう形だったと思うけどね。なんていうの、やっぱユースとしても成績とかあるしさ、うん、その目に見えたっていうのが出るんだけど、うん、そういうことじゃなくてやっぱ育成ダイレクター、まあ後の進路もそうだし、だってさ宇賀島みたいにその嫌いになってさ大宮行っちゃえみたいなさやつがやっぱ大量に出てくるかもしれないし、うん、まあ松尾選手はね横浜市行っちゃいましたけどやっぱその大月さんの育成ダイレクターとしての手腕というのはやっぱその目を見張るものがあったんだなって今思う、失ってから気づきました。荻、うん、も橋岡もやっぱ育ったし、うん、まあ、荻はまだ現在成長中なんだと思うけど、うんうん、その確かに戻ってくるっていうことを考えたら川崎フロンターレなんかはね今ずっとそういう形でチーム作ってるけど、特にやっぱり、うん、ね、トップのトップの選手は海外に行っちゃう今の時代にはすごく必要なことだよね。で、同じね流通経済大から今後入ってくるってところでいうと宮本君、安井君っていう2人も、まあ、今後期待だし、まあ、これはちょっとユースとは関係ないけども、うん、で何つったらいいの、伊藤敦樹が今活躍してるじゃない、ある程度だから彼らも、まあ、希望を持って入団してくるだろうなと思うんで期待ですね、うんうん、はい。ということで、まあ、経歴からするとやっぱそのなんだろうな、伊藤敦樹選手もその自己分析ちゃんとできてて自分でどんどん道を切り開いていったタイプで、最初はやっぱジュニアユースとかユースとかさ、そのうまくいってない時期がありながらもさ、やっぱ自分信じて自分売り込んで厳しい環境に身を置いて、でそれに応える形で大月さんがいたりさ、大学時代は今後長さん長監督と、まあ、監督じゃないな、そうコーチだけど、うん、に出会えて、その、まあ、運も良かった部分はあるのかもしれないけど、やっぱ彼を形作っていったのはそういったその自己分析能力とそれに応える指導者の存在、そういったところなのかなって思います。まあ、一言で言うと大月さんありがとう。やっぱりね183センチっていうところがやっぱ目についてさ、やっぱキャベツもそうかもしれないけどさ、入団会議権の時のさ、うん、さもう完璧なプロポーション、あれはね目を引いたね、こいつ定物じゃねって思ったあのプロポーションねすごかったよね。ただ背が高いだけじゃなくてさ、なんかいいんだよねバランスがすっげえ。わかるわかる。
一番の売りは長身のブランチってところです。とはいえね、体格が目立ってたんだけど、その後今ねプレーを見ていくと、やっぱ他選手と比較すると列の中ではやっぱ展開力ってところで違いを見せている。ただなんかプレースタイルっていうか、本当さ、なんかさ、いつもそのライブ配信中に言うけど、なんかひょうひょうとしてるよね。うん、そう、落ち着きが半端じゃねえの。落ち着いてるんだよね。なんか一つ一つのプレーの質っていうよりも、なんかこうゲームを安定させるような能力があるように見える。うん、まあね、武田くんなんかも落ち着いてるし、最近の新人はただものじゃない。でもそっか、案外そのユースの時に 前の方でプレーしてたっていうのは、ちょっと視野の広さとかにもつながってくるのかな。ディフェンダーの選手っぽいボールの持ち方じゃないよね。個人的にはやっぱ気の利いたランニングで、時にはサイドに顔出してさ、あのクロス上げたりっていうところで、うん、あのいてほしいところにいるんだよね。うん、であとは危機察知能力、うん、でやっぱこうちょいちょいさ、後半のここはさ、カウンター受ける場面が結構あるんだけど、最初のね、開幕前のトレーニングマッチとかもそうだったし、その時にはファールで止める、うん、やっぱボランチとしては必要な能力で、うん、でもカウンターを防ぐっていう意味ではやっぱ後半の終盤、彼の存在っていうのがここまで効いてきてるっていうのは印象としてあります。まあ、その辺のファールの仕方とかっていうのは、もしかすると大学時代のディフェンスの経験が出てるのかもね。でもこの今話した小泉、金子、伊藤敦、柴戸っていうのは、年齢的にもまあまだ成熟しきってないっていうか、なんかこの辺りが切磋琢磨してくれれば、なんか しばらく安定するかなっていう気はするね。で、金子とかって同世代でしょ。うん、だろうね。だからやっぱその歩んできた道が違うじゃない、金子とは。うん、で、金子はやっぱさ、にはこの J でやってきた経験値があるってところでさ、うん、なんだろうな、大阪と原口みたいなさ、うん、なんかまあそこまでいかないけどさ、うん、彼は交代連だったから、うん、だからやっぱバチバチしてんのかなって意識はしてるだろうね。でね、ちょっとね、今度はね、話を世界に広げていくと、うん、あ、世界のボランチ、まあボランチってさ、そもそも意味が広すぎるからさ、まあね、ちょっとね、なんつったら俺これすげえ悩んだんだけど、うん、あの世界的なところで言うと、ビダル、トニクロース、ヤヤトゥーレ、うん、カンテ、カゼミロ、ブスケツ、ポグバ、うん、っていうなんかパッとね、こう出したと。うん、でさ、カンテはさ169センチですげえ背低いんだけど、うん、他のさメンツはさ、ヤヤトゥーレなんて191センチあるし、うん、ポグマも191で、ビダル181なのよ。うん、世界的に見ると、あの平均サイズなんですよね、別に、ね、正直言って、うん、そう。でなんか大きいっていうところをさ、まあ、日本でというか日本基準でさ、うん、なんかピックアップしてたけど、やっぱ世界的に見ると標準で、逆に言うと世界基準の体格を持ってるプレイヤーとも言えるんだけど、うんうんうん、で一方ね、日本のボランチで言うと、やっぱり一番大型ボランチで有名なのは山村。ああ、山村さん186センチでございます。ミスターポリバリット。でもそう、でも彼かわいそうだったと思うんだよな。センターバックもやって、だってフォワードで出てた時からでしょ。やってた。そうだから、で、あとその他で言うと、うん、井出口、田中碧で、ここら辺が170センチで、てかもう、うん、井出口、田中碧、森田、山口蛍、遠藤、長谷部はもう全170センチ台。うん、てか長谷部も177しかないんだね。うん、でもなんか最近の長谷部の体格とかとちょっと似てんじゃないの、もしかすると。長谷部もやっぱバランスいいよね。でも、なんだろう、俺たちが生で見てた長谷部はさ、ちょっと細かったけどさ。まあ、レッツの時はね。でもやっぱ今見ると、やっぱ結構、がたいいよね。世界基準の体格を持っている、うん、やっぱ恵まれた体格があればそれだけ有利だっていう、まあ、そこを生かしていってほしい。でもね、やっぱサイドサッカー少年団だからね。てかさ、俺は全然さ、あの脱線するけどさ、うん、これさ、うちらナチュラルにサイドって呼んだけどさ、あ普通読めないか。これなんでこれでサイド、うーんね、しかもどういう意味なんだろう、これって。なんか、意味わかんない。土地に意味合いがあるんだろうけど。やっぱり、生っ粋のね、浦和生まれ、浦和育ちで、一度、まあ、挫折っていうか、しているけど、
やはり浦和で戻ってプレーしたいっていうその強い意志、浦和を背負う責任、そうだからやっぱゆくゆくはやっぱ長くやっぱ浦和でプレーして、あのゲームキャプテンというかキャプテンになり得る資質を持っていると思うんだよね、うん、阿部ちゃんの意志を継いで今後も長く活躍してほしいなって思うんですけど、なんかポンテが狙ってるっていう話もあるけどちょっとポルティモネンスはダメだよ、ポルティモネンス。